皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題を予想し、その答え方を説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、風の吹き方について説明します。特に陸海風、季節風についてです。これ問題を解くポイントは、実はどちらが温まりやすくてどちらが冷めにくいか、ここなんですよね。実は陸地と海を比べると、陸地というのはすぐに温まってしまう、太陽に照らされるとすぐに温まる、ただしすぐに冷めちゃう、ね、温度下がっちゃうんですね。これに対して海の水、これはなかなか温まらないんですけれど、一度温まるとなかなか冷えない、こういう特徴を持っています。これが問題を解く時のポイントです。では問題いきます。海岸付近での風の吹き方を調べた。ここでは、あは陸から海に向かって風が吹いています。いは海から陸に向かって風が吹いています。では問題1、昼間の風の吹き方はあ、いのどちらか理由も答えよと。これ昼間太陽が出ていると温めやすい陸地、これはすぐに温度が上がります。そうすると陸地にあった空気、温められて上昇していきます。そこに海から冷たい空気が入っていく、ですから昼間は海から陸に向かって風が吹く、いが答えです、ね、もう一回理由を言うと、陸は太陽の熱ですぐに温まって、そこにあった空気は軽くなって上昇する、そこに海から風が吹いていくと、こういうことです。2番、夜の風の吹き方はあ、いのどちらか理由も述べようと。夜は、ね、陸地昼間温まったんですけれど、すぐに冷めてしまいます。それに対して昼間温められた海の水、これは一度温まったものがなかなか冷めないんですよね。ですから夜気温を比べると海と陸では海の方が温度が高いんです、ね、温度が高い方の海にある空気、これは軽くなって上昇します。そこに陸地から風が吹くということで、あ、ね、陸から海に向かって風が吹く、あが答えになります。で、陸から海に向かって吹く風、これを陸風、海から陸に向かって吹く風、これを海風と呼ぶので、合わせて覚えておくといいと思います。3番、陸風と海風が入れ替わる朝と夕方に風が止まる時間帯、これがあります。これを何と呼ぶか、これは凪と言います。凪、朝の凪を朝凪、夕方の凪を夕凪、このように呼ぶので覚えておいてください。では今度は季節風に移ります。ここに簡単ですけれど、ここにユーラシア大陸があって、日本がここにあると、ここに太平洋があります。 A は大陸から太平洋に向かって、 B は太平洋からユーラシア大陸に向かって風が吹いている様子です。4番、日本では夏に A、B どちら向きの風が吹くかと、こういう質問ですね。これ夏ですから、夏暑いですよね。ですから大陸、陸地の方はどん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 温められます。で、温められた陸地の上の空気は軽くなって上昇すると、そこで海の方の冷たい空気が入っていくということで、太平洋からユーラシア大陸に向かって風が吹くということで B、ね、これが夏の季節風ということになります、ね、南東から吹くと風、これが夏の季節風ですね。5番、日本では冬に AB どちら向きの風が吹くかと、冬は寒いですよね。夏温められた大陸、これもどん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 冷たくなっていきます。それに対して夏暖かくなった海の水、これはなかなか温度が下がりません。このため
大陸と太平洋を比べると太平洋の方が温度が高いんですよね。高い温度の方の空気、これが上昇していって、そこに大陸から空気が吹き込む、これが冬の風ということで、風は A の風ということですね。冬は北西の風が日本に向かって吹いている、こういうことになります。今回は風の吹き方についてお話ししました。先ほども言った通り、ポイントはどちらが温まりやすくて冷めやすいかで、なかなか温まらないけれどなかなか冷めないのはどれか、これをしっかり覚えていけば風の吹き方は大丈夫です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。